仁さんみたいな肌ツルツルになる方法を教えてください。日本の方ってすごい肌がもう問題がすごい乾燥するんですよ。で乾燥する理由が多分毛が少し多いっていうのもあって、暑い国ですから毛穴が広がってるっていうのもあるんですね。なのでそういう根本的な理由をまず解決しないといけなくて、とてもまあ安全でいいものを使った方がいいと思います。で今日皆様にちょうど今安く購入できるものを紹介しようかなと思うんですが、私整形してから肌が多分日本の方よりも乾燥しやすくなったりしてて、かなり苦労しました。ここら辺すごい乾燥したり、あとここら辺がこう風一番当たるとこう繊維が見えるみたいにこうすごいなんかパサパサになりません？何してもそうなるんですよ。でまず保湿すごい大事です。で汚いものが入ってるとその穴が塞がれて、ちゃんといい油分が出なかったり炎症を起こしたりするので、ちゃんと洗う必要があります。で私はこのタクトって言って、こう拭き取るようなトナーがあるんですけど、この、RHケア、これめちゃめちゃいいです。これは肌がすごい状況が悪くてむくんでてあざだらけの時も使えるもので、私のダウンタイムめちゃめちゃ早かったんじゃないですか。1週間ぐらいでももう戻ってきたので、ID のやつでよく使いました。なので、本当に敏感肌だとか乾燥をとにかくなんとかしたいっていう方は持ってこい商品かなと思ってます。で RH は日本で普通のところで販売はしません。これ病院とかあとエステショップで専門家の指示がないと売らないんですよ今。で唯一売れるのがオンラインショップで私だけで、それは初めてアイリーさんとコラボしたのが私だからっていう理由もあるんだけど、ちゃんと説明ができる人があれば、その認証があるんですよ。その認証書をうちに私ももらいました2年前にもらって、だから私はアイリーの説明ができるようになって、割引が基本的にできません。なのでできないんですができるんですよ。どういうことかっていうと、保湿にめちゃめちゃいいマスクパックをみんな今買ってる方にみんなプレゼントをしてます。最大31% オフのようになるので、興味ある方ぜひ試してみてください。 ID は少なくとも1ヶ月は続けて使ってほしいんですよ。これ使った後は絶対使った方がいいのが、これは皆さん騙されたと思って使ってみ、これちょうど2週間分なのね。14個入ってるアンプルなんですが、塗った瞬間にもう吸収します。これは塗った瞬間に吸収しちゃうのでめちゃめちゃいいです。でこれもしケチって使って朝夜使うのであれば、朝夜使っても2週間、夜だけ使うとしても1ヶ月とか使える、こういうねアンプルです。14個入ってるこのアンプルで1個ずつ出して、蓋を開けて使うんですよ。蓋を開けて使って、これ高いからもったいないから、こう折って半分使って、この蓋を逆さまでこうやって刺しておくとまた使えるんですよ。これめちゃめちゃいいです。芸能人とかがよくアイリー病院で整形手術するんですよ。まあ、整形っていうのがそういうなんかね、完全になんかこうなんか顎を削ったりだけじゃなくて、施術とかもあるんですね。肌とかその施術もあるけど、そういう人たちのために病院の医者さんたちが研究して作ったものが ID なので、少なくとも皆さん自分のトラブルの改善にはすごいいいのかなというふうに思います。あとよくニキビが出る方、私もそうなんですけど、こういうところも出たり、薬ではないんですけどすごく鎮静効果が高いもの、インテンシブクリームっていうのがあります。ちょっと説明は簡単にありますね。どうせ説明したこともありますし、オンラインショップにも書いてます。で分からなかったらお問い合わせで書いてくれると私が返事します。メールも返したり、スタッフさんが返事したりしてるから、それもいいですね。なので乾燥しないために使うのがそういうセラムとかアンプルとかで、その次がこのセラム、これ使ってもいいですね。このセラムはうちのぴょっぴょきも使ってます。このように普通に乗せて使うやつで、基本的にサラサラ感がすごい強いんですよ。わかります？無理やり油分をこう取り出すとかという意味ではなくて、肌の本来の肌を早く回復させるために作られてものだから、乾燥してるっていうのはもともと乾燥するんじゃなくて乾燥してる環境なんですね。なので乾燥してる環境にいるんだけれども乾燥しないいい肌、だから肌ってもともとねずっと新しい細胞を作って死んで作って死んでするのがうまくいかなかったり、あと油分が出てほしいところで出てこなかったりすると乾燥しちゃうんで、もともとの状況に早く回復するために必要なものがこの RH ラインだと思うんですね。なのでぜひ見てみてください。そしてメンバーシップの方はプラスで 20% の割引もあるんで、コミュニティ見てみてください。 20% プラスで割引なんですよ。だから 50% ぐらいで割引できますよ。 20% クーポンコミュニティに多分あるんですよ。なのでメンバーシップの方ぜひ使ってください。そしてボディのやつあるんですよ。ボディ
これ、ね、ボディセラムっていうやつがあって、これはまあボディなのでボディです。ボディだからボディですってどういうこと。体用です。体用。これは香りもめちゃめちゃ良くて、私はこれどこに使うかっていう、蓋してます、これあのお風呂場に置きます、水濡れた状況で、軽く拭き取ってすぐ、まあ、全身もこうやって塗ります。これ香りがめちゃめちゃいいんですよ。もしコスメとか興味ない方、男性とかはもう何でもいいや、でも乾燥はしたくない、痛いもんっていう人はこれ一本で顔までいけます。めっちゃいい香りです。本当にバラの匂いっていうか、めちゃめちゃいいので、これは子供も使えるし、足の指の間とかなんかそういうね、なんかこう水虫できやすいところとか、もう何でも使えるので、耳の裏側とか意外と皆さん触ってみるとすごいカサカサだよ。遠いところから見ると耳ここの線だけ黒いんですよ。で自分は見えないから分かんないけど、他人から見るとだらしなく見えたりするじゃん。だからそういうところのケアも必要かなと思ってます。でこういうの使うと皆さんいいのかなと思うんですよ。あとクリームもあります。 RAC のやつはクリーム、このクリーム何がいいかっていうと、ここから押して使います。こう押した分だけ出てきます。こうやって押した分だけ出てくるので、こう上がこうやってこう拭き取って使えばいいので、すごくいいですよね。二度付けしなくなるし、二度付け汚いじゃないですか。だって串カツとかも二度付けできないようにしてるんでしょ。だから一回出てるものだけ拭き取ればいいので、悪いものがもう中に入らないし、入らないからの毎回ね、あのスパチュラを使ったりとか、スパチュラを洗う必要もないので、綺麗に使います。だからいろいろ工夫して作ったんですよね、この RAC ラインは。本当にそういう芸能人とかも使ってますから、早く回復ができないとコンサートもできないし、映画の撮影もできないんじゃないですか多分。だから、ものすごい多分いいっていうのがもう使ってみると分かります。でもこれを買おうとしたら皆さん、病院、整形外科とかあのショップでしか売ってないじゃん。だからオンラインショップでこうやって手軽に買えるものじゃないんだけど、買えます。プラス、送料もかからなければ割引もできる。しかも私のメンバーシップの方はちょっと大々的には言えないですよ。皆さん他のところでは言わないで、だってこれは取り扱ってるところに迷惑だから言わないでって言われたけど、私のペンだけには割引できるようにしてるから、私ができることは何でもします。あ、ちなみに自腹です、はい、自腹です。売れるとあの何パーセントとかが私の利益になるんですけど、それをかなり削って、この年末の時は皆様へのプレゼントをどういうことがいいのかと思うじゃないですか。多分私がこれをタダで送りますっていうと、私のことが好きでも好きじゃない方も、まあ、みんなとりあえず申請して、企業側にも良くないし、経済的にも良くないし、私も私で苦労するし、皆さんもタダでもらうと、大切に使わない人も結構いるんですよ。なのでどうせ使う人、そして私のことを信じて買う方に少しでもプラスになることを考えて、このように割引とかプレゼントとか、あ、プレゼントはこれです。ちなみにリアルアフターケアのマスクパック、まるまるこれ渡しますよ。いろいろ買ってる方にはこれ1パック全部プレゼントです。これ何がいいかっていうと、まず不織布になってるマスクパックじゃないので、毛穴とかを穴を塞がることがなく、めちゃめちゃすごい簡単に言うと水分爆弾充電です。本当にいつよく使うかっていうと、これは清潔と関係なく、外に出て疲れた時、例えばキャンプとか釣りってもう真っ赤っかじゃん。そういう時に車の中でつけて20分だけこう休むと赤みが消えるぐらいですよ。なのであの痛みもないし、あざがついてて切開したりして血が出た時もこれはつけられました。唯一にめっちゃめちゃいいんですよ。なのでこれはプレゼントでもらってほしいのが、皆さん多分リピート絶対します。これ買わない人いないので、買った人はもう使ってみると良さが分かると思いますので、これをまず皆様に使ってみてねっていうことでプレゼント。だって私だって家に行く時にお母さんとかにこう、お母さん使ってみなよ、めっちゃいいよって言うじゃん。でお母さんはこれ何使ってみるねぐらいじゃないですか。その後なんて言います？いやめっちゃ良かったよ、あれどこで売ってるってなるんですよ。そのようなものを私が選んだのがこれです。なので皆さんが他のものを買いたい方いると思うので、あとマスクパックに皆さん何千円とか使うのってもったいないじゃないですか。だからその中で皆様にこのようにプレゼントしようかなと思います。あ、もらったら嬉しいプレゼントかなと思って、ということです。ツヤが出る方法のまず第一はそういうスキンケアかなと思って説明しました。This way.